ベストセラーズチャンネル。今回は桐生道介さんにお話を伺っています。パーソナリティはリスケです。こんにちは、リスケです。本日のゲストはサンマーク出版より自分で自宅で人間ドックを出版されました医学博士の桐生道介さんにお話を伺います。桐生先生、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最初にですね、桐生先生の紹介を簡単にさせていただきたいんですけれども、桐生先生は医学博士でいらっしゃいまして、神奈川県生まれで東北大学医学部を卒業、北里大学病院初期研修、東北大学医学部附属病院形成外科、ニュージーランドのミドルモア病院形成外科、日本大学医学部兼任講師を経て現在医療法人社団桐生医院理事長、北里大学医学部非常勤講師をされているということですね。そして著者にベストセラーとなった自分で家庭で健康チェック聴診器ブックがあるということなんですけれども、医学博士というのはですね、なかなかリスナーの方はわからない方もいらっしゃると思うので、具体的には医学博士というのは何をなさっているでしょう。医学博士っていうのはですね、はい、昔は僕らの世代、はい、僕はもう60代なんですけど、足の裏についたご飯粒、はい、ご飯粒つまり、はい、取らないと気持ち悪い博士。あ、取ったからって何にもならない、はい、飯の種にはならない、だけど、まあ、あの古いお医者さんはほとんどがあの医学博士という、皆さんほら文化系だとか理科系だと、マスターコース行って、ドクターコース行くでしょ、はい、そうでなくて、割にあの昔は一応医者になれば医学博士、まあ、ある種の研究をいろいろするんですけどね、はい、で僕の場合は体表器系、先天器系のそういう疫学的な研究をしたんですけども。そうなんですね。もうそもそも桐生先生がですね、その医学の道に進まれようと思ったきっかけというのが何かあったんですか。いや、何もないんですけど亡くなってるんだけど、祖父が医者、で親父が医者、はい、だからもう職業っていうのは自分医者しかないって小さい時にこう、なんていうか思い込んでた、だから他の職業は選べない職業だと思い込んでた、はい、子供の頃ね、でそういうものだとほら思ってたもんですから、はい、そのままなっちゃったのかもしれない。そうなんですね。まあ、その中でいろいろ選択肢があったとは思うんですけども、形成外科の方に進まれたというのも何かあったんですか。割にね、細かいことのこういう手作業が嫌いでなかったのが一つ、はい、それから今までの医療っていうのは命を助ける、はい、で命を助けただけでは世の中では社会復帰できない人がいらっしゃるので、整形外科っていうのができたんですよ、その後。だから他の科より少し遅れて整形外科っていう、で整形外科っていうのは命は助かったけど機能的、手が動けない、足が動けないと社会に復帰できませんよね、はい、ですから機能をもう一回修復しましょうというのが整形外科で、整形外科ができて今度機能までいったけど、機能的に、これ戦争が随分関係したんだと思うんですけどね、はい、ベトナム戦争とかアメリカでできたわけですから、ただ機能が回復しても、例えば顔が半分あの戦争でなくなっちゃったとか、それから見た目がちょっと外傷でひどいとか、はい、そういうものだと機能はいい、命は助かって機能的にもいいけど、外的な表面的な、はい、その西洋って言うんですけども、はい、そういう見た目っていうことが悪いと社会に復帰できないという、だから形態学なんですけど、形態を治してあげようという、もともと生まれつきのいろいろ病気ありますよね、携帯異常、はい、例えば指が何本ないとか、あると多すぎるとか、例えばお顔の異常っていうことがね、あるんですけど、そういうのを治す、ですから外傷学から最初は入ったんじゃないかな、でそれがこうエスカレートしていくと美容外科っていうのも形成外科の延長線にはあるんだけど、でもまあそこは正常異常の話になるから、ちょっと 医療というか医学というよりは少しちょっと離れるっていうふうに思いますけどね、美容はね、はい、そこなかなかあの一般のリスナーの方とか僕もなかなかそこの違いというのが分からなかったので、すごく勉強になりますね、で結構そうすると患者さんにも感謝されることなんかが多かったんじゃないですか、だけど今は僕はあの大学病院じゃなくて、町の父の代からの、はい、クリニックですから、大きい手術もできないから、はい、まあ、普通のかかりつけ医みたいなことをやって、整形的なこともやって、膝が痛いとか手が痛いとかそういうこともやってますから、はい、で今回ですね、この本を書きになったんですけど、はい、そもそものきっかけというものはあったんでしょうか、この本を書こうという、自分の
医者やってて、はい、ちょっと医師会の仕事っていうのやって、地域の救急の医療だとか、それから今いろいろ社会でも問題になってる医療が崩壊してるだとか、医療の経済だとか、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、はい、そういうことにかなり深く関わってしまって、はい、その時に一ついろんなことを医療供給側が、努力してるんですけども、その時に一般の方もね一緒に協力してもらおうという視点がいつも欠落してたから、はい、それを僕いつもいろんな会議で言ってと、でその一環として、例えば前ちょっと何年か前に聴診器のついた本を出させていただいたんだけど、 それは一般の人でも簡単な聴診器なら少しでも日常使えますでしょと、で使っててくれれば普段の健康も全部が全部医者に行かなくても少しはこう底上げされるでしょと、いうこと。それから万が一医者に行った時ももうちょっと正確に話が普通の方もできるでしょうと、はい、で医者にそういう正確にそのご自分の症状を伝えていただければ我々も助かるし、ご本人も早く診断が正確な診断です、はい、でその中で聴診器っていうのは聞く、でその前に見る、触る、叩く、そういうものを全部ちょっとこう自分でもメモしといたんですよ。あ、そうなんですね。でそうやってみたけど普通の人に受け入れてもらえるのは聴診器というちょっとものがついてると目につきやすいというと、はい、そこだけ切り離してやって、であと残りの部分の集大成みたいなもののエッセンスですから、まあ文字も少ないし、はい、絵が多いから、読みやすく見た目は見えるけど結構中身はよく読んでもらわないとちょっと難しいところもあるかもしれませんね。パッと見結構、ね、読みやすくて自分でチェックできるんですけど、これでやっぱ気になったら病院に行ってくださいということですよね。今まで先生がご自身 ですね診察などされていてもどかしいなっていう部分なんかがあったんでしょうか。その患者さんが何かちょっと問題があるんだけれどもよくわからないなんていったところを、患者さんって今わりに最近はそうなんだけど、お医者さんに来るとお任せしますみたいな、そうですね、はい、いうところを言ってなんだか変なんですよね体がって言われても、じゃあ何から調べて、今ね検査も全部が全部しちゃうと医療のお金がかかるとか、いろんなまたそういうことで患者さんにもお金の負担がかかるわけですよね。わけわかんなくてそんなことやってるんじゃなくて、もう少し自分の症状も整理していただいて、どこがどういうふうにどのようにおかしいか具体的に言ってくれると僕らも助かるし、患者さんも正確に早く病気を見つけることができるし、はい、治療も早くできるということで、はい、そういうことの積み重ねとか、救急なんかもやってると救急のとこに夜夜中にも来て大慌てでお母さんが小さい子供を連れてくるんですけども、それでも普通にちょっと分かっててくれたり、お家におばあちゃんがいてくれて少し家庭の治癒力っていうのかな、治療力とか診断力っていうのかな、はい、そういうのが少しでも高ければこんなにも救急の夜の病院とかそういうところがね混乱することも少ないんじゃないかなと、はい、そういう気持ちがずっと積み重ねてあって、はい、じゃあ何をしてっていいかっていうのでこう大体ざっと書いたのをまとめたのということで、こういうことで、はい、だから現場でのそういう気持ちがずっと積み重なってたもんですから、はい、そういうことの表れです、はい、で今回ですねこの中に一人でできる46の健康チェック法記されているわけなんですけども、46に絞ったりとかその理由は何かあったんですか。いや46っていう数は、結果的に46だっただけであって、あそうですね、はい、本の優秀な編集者さんがこうやって計算したら46たまたまあって、はい、じゃあもう一個付け足して赤おろしの47にすればよかったなと思った時もあったんですけど46っていうのは別に何にも考えてません、そうなんですね、はい、ですね、特に考えてありません。でこの本の中でですね、かかりつけの医者を持つことが大事だというお話をされてたんですけども、なかなかですねこの一般の人間というのは僕もそうなんですけど、どこに何か悪い時に行けばいいのかよくわからないっていうことが多いので、結局総合病院に行ってしまうということが多いんですけど、やっぱこの本をですね、読んである程度チェックができると、あここがこう悪いのかな、じゃあここに行けばいいのかなっていうことがわかるかなと思ったので、それはすごく良かったんじゃないかなと思うんですけれども、やはりそのどうしてもちょっと病院っていうと怖いと か何されるかわからないっていうイメージがあるんですよね、そういうところってどう思われますか。その逆に治す立場としてですね、だから大きい病院に行ってしまうと、医者も患者も初対面ですよね。そうですよね。
で大きい病院はある意味では専門医のが縦割りでいるわけですよね、そこにポンと行ってでどういうことを見てもらえたか分かんないけど変だから来たなって言うと向こうも忙しいし、あなたは何しに来たんですかって向こうの態度も医者の態度も悪くなるしそうすると怖いなと、はい、で患者さんの方からも怖いな嫌だなということになるからいわゆるかかりつけ医っていうのは定義はまだないんですけども、はい、一番住まいのそばで簡単に行けて、一応やっぱり本当に言えば内科系の、一般に全部見れるお医者さんで、はい、そんなに専門性はなくてもいいからいろいろなことがある程度分かっていると、うん、今そういうのを日本でも、そういうのの専門医を作ろうという動きもあるんですね、まあ、いわゆるそのお医者さんの窓口に近いような、うんうん、そうですね、はい、だから広く分かっている専門医を作っていこうという動きもあるんですね、うん、はい、だからそういう人たちがかかりつけて、まあ、町の内科のお医者さんなんかだいたいそういう機能をよく果たしてくれてると思います。そうです、先生以前にニュージーランドでも、うん、お住まいだったということなんですけど、やっぱニュージーランドの医療っていうのも大きくかかりつけ医なんかは地域に密着してるんですか？そうですね、あれはイギリスの制度だから。でも僕が行った時からまたちょっと変わっちゃったんだけどね、その後だから町のお医者さんがいて、で僕らはその僕は形成外科の専門のところに行ったんだけど、だから最終病院になるから全て受けなきゃいけない、夜でも夜でももう来たら、はい、で町のお医者さんがいて、そしてそういう専門医があってということで、ちゃんとだから今言えばお寺さんの檀家みたいな、あ、うん、はい、私のかかりつけ医がこれだけの檀家さんですと、でこの檀家さんのなんか、病気があればどこどこの先生のところにこう、はい、確か僕も以前アメリカに住んでいたことがあったんですけど、はい、その時は本当地域のお医者さんに何かあったらこのお医者さんのところに行くということで、うん、やっぱりこう毎回会ってると安心感っていうのが出てくるし、うん、向こうも分かってくれてるんで、それやっぱり大きな違いだなと思うので、そういうの本当にもっとね広まっていけばいいなと思いますけれども、これやはり患者さんって病院に行くと不安だと思うんですよね、うん、病院に行くだけでね、もちろん、はい、その不安を取り除くすごく助けになってると思うんですよ、この本が。ありがとうございます。そういった点なども考えてお書きになったんでしょうか？そこまでは考えないけど、病院に本当は来ただけで少し気持ちが休まるとか、 うちのクリニックにちょっと来てもらうと分かるけど、はい、来ただけで少し楽になりましたというように、少し緑があったりとかね、はい、絵があったりとか、ちゃんと窓で見えるとか、いいですね、あんまりこう閉鎖的というか行く感じゃないふうにする努力はこちらが医療の供給側がしなければいけないなと、そういう意味でもこういう本をちょっと読んでてくれると、これはあんまり怖い病気ではないだけどちょっと行った方がいいかなとか思ってくれればいいと思いますね。そうです、はい、ちょっと本の方にですね、入っていきたいんですけれども、結構医療のことって難しいことばっかりだと思うんですけど、非常にこの本分かりやすくてですね、この本書かれる際に分かりやすくするということを心がけたと先ほどおっしゃっていただきましたけど、その分かりやすくするために工夫されたことなんかございますか？うん、ちょっと医師会の仕事で広報誌っていうのを作ってて、はい、2月に1回市民向けに24万部かな、そういうのを出して、いろんな専門の仲間の先生に文章を書いてもらって、はい、花粉症の時はこんな注意をしようとか、なんかそういうのずっとそれの構成とかしてたんですね。でその時やっぱりどうしてもみんな難しいって、その市民の方からね、でとにかく医者は専門用語を使っちゃう、普通のところで言えば業界用語って言うんですか、で専門用語を使っちゃうってことは、専門用語っていうのは我々にとっては定義がきちんとしてるから使った方が楽は楽なんですけど、はい、普通の言葉にしちゃうとかえって定義がきっちりしてないから正確でなくなっちゃって誤解を招くことはあるんですけど、とにかく言葉を専門用語は絶対使わないっていうふうに思ったんだけど、はい、それでも解剖的な言葉とかそういうのは入っちゃった。ですから最後の方に、これも賢い編集者さんの指導なんですけど、はい、作品を兼ねてそういう、でもそれこれはすごく便利ですね、難しい言葉を、はい、でその難しい言葉を羅列した中でこれが必ず文章の中である程度分かるように本文の中でね、ここに解説をしようっていう考え方もあったんですけども、でもそうすると作品が逆に作品でなくなってしまうの でこの中でこういう単語が中で必ず文章の中である程度分かるということで、はい、だからある
そういう工夫をね、したということが一つ、はい、それから文字数はできるだけ簡潔にしたということですね。それから読んでこういう医学のことは特にそうなんだけど、こういう読み方もある、こう読まれてこういう誤解もあるっていう文章にどうしてもなっちゃうといけない、はい、それは気をつけましたね。それでもやっぱり難しいとこはあって、はい、誤解を生じたり逆にちょっと心配なことを起こしちゃうこともあるかもしれませんけれども、はい、それと絵をできるだけ多くすると、そうそう、イラストがすごく分かりやすさを ね、うん、やっぱ写真とかだとちょっと分かりにくかったり、うん、ちょっとグロテスクだったりする、ねね、場合もあるんですけど、うん、イラスト写真って言われもあったんだけども、はい、写真だと医学の解説書みたいになっちゃうし、あ、そうですね、見ただけでちょっと嫌だと思う人もいるし、はい、だから非常に優しい、あの可愛らしいイラストを描いていただいてね、助かりましたよね、はい、でこの中でこうステップが4つに分かれているんですけども、うん、このステップを4つに分けたというのも何かあったんですか？うん、これはね、患者さんが医療機関に来ていただいて、まあ、緊急の病気じゃない場合は医者がだいたいあなたはどこが今日痛いんですか、いつから痛いんですかっていうことを聞いてきますよね、それで聞いて聞き取り調査みたいなもんだ、はい、それはステップ1の知ると、でこれ、うん、医学でいうと問診っていうことなんですね、はい、お母さんは病気ですかとか家族歴もあったりそれから既往歴っていうんですけど過去のね、例えば盲腸を私はもう取ってますと言えば、はい、お腹が痛いといっても盲腸は一応除外できますよね、そういう聞き取り調査が一番のこの問診というステップ1、はい、そうです、はい、うん、それからいろいろ基本情報 もちろんありますよね、名前、ね、性別というのは、そういうのがステップ、はい、それから次のステップに移ると見る、パッと見て、あ、顔色はリスケさん顔色悪いなとか、大丈夫ですかね、今日、うん、昨日お酒ちゃんと飲んでなかったんじゃないですかっていうことがステップ2で、はい、は医者でいうと視診、視力の視に診察の視に、ね、はい、視診っていうことですね、で見るってことね、でこれもご自分でいろいろ見れば普通病院に来てもなかなかそこまで見ませんよっていう部分が結構本に書いてあるのと、日頃から見てればちょっとした変化も、はい、見つけていただけるんじゃないかというような部分も書いてありますね、はい、そうですね、ほくろのことなんかも、はい、足の裏までひっくり返して病院でも見ないから、それはもう自分でよく見ておいてもらうと、すごくびっくりする、うん、やっぱりなかなか知らないことですもんね、で、うん、で爪の下のほくろなんてそんな多くはないんですけども、こういうのも知ってないと、はい、僕の本当にここに書いてあるけど知り合いの人がたまたま一緒に話していて、で取って本当にがんだったと、でもうちょっと遅かったら皮膚の悪性黒色腫という非常に命取りの病気になっちゃうんですけど、そういうのも日頃見ててくれれば、はい、ちょっと気がつくことなら、普通の人でも分かってくれるということ で、ね、見てちょうだいと、はい、でこれは指針ということで、でも、はい、医者に来たってそこまでじろ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 見るわけにもいかないし、見ないので、こういうのは本当にお家でこの本でよく読んでいただいて、ここがこうなんですけどどうですかってお医者さんに見てもらうことができるって、そうそう、すごく、そうするとこちらも、はい、それは心配ないですよとかね、それはよく見つけてきましたねとかでその次のステップに移ると、はい、これは触るとか叩くってことになるんですね、自分の体を自分で、これは病院に来てもじゃあちょっと脱いでくださいって言ってこう今セクハラって問題があってね、はい、いろいろ難しいんですよね、この触診っていうのは、医療の世界でもあるんですね、ある、例えば乳がんの触診を男性医師がした場合は、はい、ちょっと後でなんかトラブルになることもあるんですね、そうなんですね、うん、それならやっぱり女性医師がしなきゃいけないとか、そうすると医者の数も今非常に限られてますので、はい、それを全部病院でじゃあ女性の診察を女性の医師にっていうわけにはいかないので、ね、そういう意味じゃ例えば自分でよく触っといてみるとか、はい、それから乳がんなんか自分で見つけられる唯一ではないけど一番見つけやすい病気ですの で、そうですね、女性の方というところで、はい、それこそ乳腺専門の女性医師にちょっと工夫をいろんなことを聞いて書いたもんですから、はい、読んでもらってそういうことはやってます。そのリンパの話なんかもされてますけど、うん、僕もこう体調が悪くなると、うん、リンパが腫れたりしてたんで、うん、それですごく大丈夫かな、病院行った方がいいのかなって目安にしてた、今思うとやっぱりそうやって触ることって大事なんだなって、ね、はい、思いましたね。で普段さないものがゴロッと触ったぞというのがあったりすれば、うん、やっぱりそれは一回病院に行ってほしいということ で、ね、触るとかね、叩くとか、はい、それから鼠径部のリンパ節ってあんまり普段は他人は触らないところですから、そうです、ね、ぜひこういうところはご自分で、はい、こういうところさ液か脇の下とかね、女性なんか脇の下でリンパ節触れば、はい、やっぱり
あの乳腺もちゃんと自分で触っておいてもらいたいということですね。そうですね、はい、こういうことは自分で、日頃毎日じゃなくても月に1回2月に1回でもいい話ですから、はい、やっておいていただきたいと。そうですね、はい、でそしてステップ4ですね、うん、でこれはちょっと難しくなりますけど、はい、よく神経のこととかね、ちょっとした工夫を入れて、はい、自分の中枢神経系とかそういうのを調べるというレベルです。そうですね、はい、うん、で最後にあのチェックシートっていうのがついてるから、そうですね、はい、これにねいわゆる固定情報っていうのをよく書いておいていただくと、病院に来た時も本当助かる。これ広げることができて、うん、でこれあの切り取っちゃっといて、例えば何年何月に僕はどういう病気したよと、はい、リスケさんどういう病気してるとかさ、はい、入院したよとかさ、でいつも酒はうんと飲むんですよということが分かって、はい、ポケットにでも入れといてくれて、例えばリスケさんが道路でピタッと降りた時に、はい、これ持ってるだけで随分違うよ。あ、やっぱそんなに違うもんですね、うん、だって全然情報がないんですもん普通の人は。血液型から全部もちろん調べますけどね、はい、そういう緊急のとこ行けば、そう一刻を争う時なんかにはこれがあると、うん、もちろん持病があって例えば心臓はもともと悪いんだとか、でこういう薬飲んでるんだとか言えばスッとこうあの診断につきやすいし、ということでそういう、はい、大体そういうカテゴリーでこれ大体書いてるんですけども、はい、この中でいくつかですね今実際に簡単にできるものなどありますかね。どこがいいですかね。調べるのところから神経の目を動かすにどこまで見えますかなっていう。あ、そうですよね、本では92ページに書いてありますけれども、はい、目を動かさずにどこまで見えますかって、視野を調べるっていう、正面にこう手を自分の水平に、はい、正面に両方の手を伸ばして人差し両方の手を伸ばして人差し指 を立てるんですね、うん、立てますね、はい、上を指してるような感じですね、うん、真正面ですね、はい、それで片っぽの目例えば右目なら右目をつぶる、はい、そしてつぶった目の反対側に左の手をずっと広げていって右まっすぐ自分の前の右手を、右手の指を見ながら、はい、左手の指がどこまで見えるか、右目をつむって右手を伸ばしたままですね、まま左手を見ていくと左手がどの辺で見えなくなっちゃう、うん、はもうここで見えない、そしてパッと見るとこう大体こう腕の角度大体でですよ、はい、大体60度3、90度の3分の2ぐらいですよね、3分の2ぐらいですね、大体そうすれば、はい、その視野の狭窄っていうのがそれは大体してない、大体自分の目はOK、です。でその反対で今度逆も今度右目をつぶりながら今度は反対、左の指を見ながら右手を動かしていくと、今度はやっぱりちょっと狭いですよ、ね、さっきの左手よりずっと分からない、早く分からなくなりますね。逆の手を広げていただくと大体、90度の3分の1ぐらい、約30度ぐらい、はい、大体それなら正常だと。それを左右で交互にやっていただくと、でこれが万が一両方とも両方の視野が狭くなる、うん、そうするとこの中枢神経系のちょうど目の神経ってこう交差してるんだけど、はい、交差のあたりに有名なのは下垂体視網みたいなのね、ほうほうあると目がこう見える。あ、そうなんですね、うん、やっぱ脳の腫瘍の一つがあったりすぐ取り除く必要があったり、一刻を争う病気な可能性も大きいわけですよね、うん、こういった検査だけですぐ分かるっていうのは、うん、で両眼視してると意外と自分が目が狭くなってるなんていうのを気がつかないでいることが、はい、両方の目で見ると、ね、だから片っぽの目ごとにこういうことをやってもらう、こんなことは別に毎日やることもないし、あれだけどやっといてみると、たまにやってみると、はい、なんか最近変だと目が少し昔より狭くなってるぞと思った時にやったっていいと思うんですけどもね。そうですね、なんかちょっとあれと思った時にこういうことを知っていれば、はい、そうですね、ちょっとやってみようと思って、うん、これでもし大丈夫だったら安心にもなりますし、でそれでやっぱりお医者さんに行ってほしいんですけど、はい、これ人間ドックって本ですけど、はい、この本読めば人間ドックに行かなくていいっていうんじゃなくて、ぜひやっぱり1回は、1年に1回ぐらいは行っといた方がいいと。健康診断に行って、うん、まあ、どういう状況かを具体的に調べていただくということですね、はい、でももちろん病気にかからないことがベストだと思うんですけども、この課の終わりの方にですね、うん、病気にかからないためのヒントということでブレスローの7つの習慣というものがあってですね、まあ、適正な睡眠時間と休息ですとか、タバコは吸わないですとか、体重を適正に維持する、アルコールは適量にする、定期的に運動をする、朝食はきちんととる、そして間食はしないという、なかなかこれ全部を守るのは難しいんじゃないかと思うんですけども、やっぱりこういうことをしっかりやっていけば病気というものは予防できることが多いということなんですかね。うん、まあ
いわゆる正規分布ですから、はい、これをきっちりもう 100% 守ってる人が、早死の人も絶対中にはいるし、これをもう全部守んない人で100ぐらいまで生きてる人も僕はいると思うね。あの昔なんかテレビかなんかで100いくつの人がな、長生きして、あの長生きの秘訣は何ですかって言ったら、そうだね、タバコが一番悪いから俺は100歳になった時タバコやめたよって 笑い話なんだけど。だからやっぱり遺伝子って問題もあるので、何をすれば絶対ってことは、ないんですけども、やっぱり正規分布ですから、こういうことをある程度守っててくれる方が、守らない人よりは健康的な生活を送れるということだと思います。もうぜひですね、この本あのご覧いただいてですね、このチェックシートなんかもあるので、自分がどういう状況かっていうのが分かるのは、本当にあの先生もおっしゃっていただきましたけど、本当に大事なことだと思いますので、あのぜひあのご覧になっていただければなと思います。最後にですね、この医療業界とかいろいろ問題を抱えてますけども、